はい、レオンです。今回はヴァンガードでダスハウスアサルト7対7のキルコンファームドをダス読んでみたいと思います。最初からだと思うので、今回ね、これ加藤師匠のクラスの応援ガン8章でやってみたいと思います。敵を殲滅しろ。自分の価値を証明するため。あ、あいつきりやってる。うまい。これショットガンめっちゃいっぱいいるよ。なんでか知らないけど強いからだろうな。テルミットの方がいい。リードしてる。3キロね。まだ終わらん。これ投げて後ろだ。後ろか。4キル。ランクアップ。よし。こっから先。今いるだろ。あっか。とレベル上がったんで、サイトネイガーモデル。こうやってやってる間にも死んでるからね。ゴリアテ行きますか。17キロ耐えてる。はい、めっちゃすげえなこれ。ここのキルコンめっちゃ激しいよ。激しいよめっちゃ。すげえ。敵が核爆弾を投下した。キルができないな、あんまり。敵の警察機が広い。普通に注意しろ。テルミットめっちゃキル稼げるわな。敵の爆撃機が接近。激しいね、めちゃくちゃ。迫撃砲だ、対しろ。迫撃砲。ジルを阻止された。すげえ。コンバットだ。武器ランクアップ。よし。レベルアップしたので、次はマズルのこれ、R8 スタビライザーね。ゴリアテ、あ、ゴリアテ今できないのか。できるよな。どの辺にいるか。ここにいるな。リモリ上がってこいつ。処刑っすよあいつは。めっちゃリスクあるだな。リンテル入ってる。終わり。19キロしかできなかった。待って、さっきもだったんだよ。はい、今回ダスハウスのキルコンファームドで遊んでみました。
成績はね19キロ4確定でした。今回の応援ガン初勝で暴れてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。あと通知のオンの方もよろしくお願いします。真ん中の俺じゃない？お、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。